次に高貝恵美子君。高貝君。おはようございます。桜咲く新年度となりました。大臣はじめ関係各位には日々の政令に感謝を申し上げ、質問させていただきたいと思います。まず現下の雇用情勢についてであります。求人動向等を見ますと比較的堅調に推移しているという状況でありますけれども、こうした中での法改正となります。一体どういった効果が見込まれるか、まずは確認をさせていただきます。これ、はい、山田さん。山田職業安定局長。今委員がご指摘された通り、現在の雇用情勢は求人が底堅く推移しており、緩やかに持ち直している状況であり、また女性や高齢者等の多様な人材の労働参加が進み、働くことに対する価値観やライフスタイルの多様化も見られているところであります。そうした中で、労働者の生活と安定、雇用の安定を図る観点から、それぞれの労働者がその希望と状況に応じて持てる能力を十分に発揮できるよう、多様な働き方を効果的に支えるとともに、労働者の主体的なキャリア形成を支援する必要があると考えております。そのため、今回の法案では、雇用権の適用範囲の拡大や、教育訓練やリスキリング支援の充実等の措置を講ずるとともに、男性育休の大幅な取得増等に対応できるように、育児休業給付を支える財政基盤を強化するため、育児休業給付にかかる安定的な財政運営を確保する措置等を講ずることとしております。これらの措置により、景気変動、技術革新、ライフスタイルの変化等の雇用を取り巻くリスクへの備えが一層充実し、急激な社会経済情勢の変化に対応した総合的な雇用のセーフティーネット機能が強化されるものと考えております。高貝恵美子君。はい、さまざまな課題への対応を視野に入れながらということでありますけれども、続いて被保険者要件の変更によりまして拡大される対象ですね。この方々の、法令の趣旨に合致した恩恵を受けうるのかといったところを確認させてください。若い年齢層、そして女性、65歳以上の、高年齢被保険者、いかがでしょうか。山田職業安定局長。本法案では雇用のセーフティーネットの対象範囲を拡大する観点から、週所定労働時間10時間以上から20時間未満の労働者を新たに雇用保険の適用対象とすることとしており、これにより現在の被保険者の約1割に相当する約500万人が新たに適用を受けうることとなっております。新たに適用対象となる労働者を、今先生ご指摘のあった年齢別とか性別とかで、いうあの角度から見ると、65歳以上の高齢者が最も多くで、これ特に男性では約3分の1、が、を占めております。一方、女性についても65歳以上の高齢者の割合は高いんですけれども、より幅広い年齢層に分布していて、40歳から64歳までの5歳刻みの各年齢区分でそれぞれ約 10% を、占めております。今般の適用拡大で新たに雇用保険の被保険者となることにより、万が一の失業リスクに対応する失業時の給付のみならず、教育訓練給付等も利用できるなど、若い世代のみならず中高年高年齢者の方々にもさまざまなメリットがあり、こうした点の周知もしっかり努めてまいりたいと思います。高貝恵美子君。はい、働く世代それぞれにフォーカスをしながらということでありますが、事業者の側にとってもですね、分かりやすい広報というのは非常に重要だと思いますので、この点への、配慮というのを引き続きお願いしたいと思います。さて、急拡大する育児休業給付、先ほども財源の話がございましたけれども、区分経理の導入後、受給実態が明確に把握できるようになりました。でこれからの急激な伸び、男性育休取得 85% という目標も設定もしているところ、伸びを考えていきますと、財政基盤の一層の強化というのは非常に重要なことだと考えます。いかなる展望をお持ちでしょうか。まず伺います。山田職業安定局長。議員が今ご指摘された通り、令和2年の雇用保険法等改正においては、育児休業の取得上促進等によって、育児休業給付の給付総額が一貫して増加しており、基本手当に匹敵する水準に達していることを背景として、育児休業給付と失業給付を区分して計理することといたしました。これにより育児休業給付について給付と負担の関係が明確となり、均衡を考慮した制度運営が可能となっております。
育児休業給付の受給状況については令和2年以降も増加を続けており、令和4年度では初回、受給者数は約50万人、総支給額は約7000億円となっております。また、育児休業給付にかかる財政状況につきましては現時点では収支がほぼ均衡している状況であります。育児休業給付の、資金の残高が今約3300億円ございますが、今後の男性育休の大幅な取得増等に対応できるように本法案では令和6年度から国庫負担割合を8分の1に引き上げるとともに、当面の保険料率は現行の 0.4% に据え置きつつ、今後の保険、財政悪化に備えて本則料率を、令和7年度から 0.5% に引き上げる改正を行うとともに、実際の料率は保険財政の状況に応じて弾力的に調整する仕組みを導入する、そういったこととしております。高貝恵美子君。はい、まだまだ給付は増えるという状況なので、ついをよく見守りながらですね、安定的な運営をお願いしたいと思います。さて、健康寿命の延伸とともに生涯に働く期間も従前ですと40年前後を想定できたわけですけれども、今はすでに60年も視野に入っている、そういう働く期間が比較的長くなってきている、そういう渦中にあると思います。でこの先人生100年を前提として労働者一人一人が自分らしい働き方をデザインしていく、そうなってきますと家族の介護、先ほど猪木委員も質問されておられましたけれども、家族の介護、あるいは女性特有の体調変化への対応といったことも一層重要な課題になってまいります。ところがすでに制度化された介護給付はどうかといいますと、先ほどの議論の通り、おおむね現在80億ということでありますから、見直しを経てもなお給付は伸びず、休むより辞めるという選択が優先されている、こういう状況だと思います。両立に悩んだ結果、不本意ながら就業の継続を諦める、あるいは働き続けたところを後に自責の念が残ってしまった、著しい QOL の低下を経験している労働者の数は少なくない状況であります。雇用を守るという観点から労働者の考慮すべき生活課題に一歩踏み込んで、介護離職の動向を構造的に分析をするなどして、より効果的な両立支援制度へとつなげていただきたい、いかがでしょうか。堀井厚生労働省雇用環境均等局長。お答えいたします。今高貝委員からご指摘がございましたように、今の現状を把握をした上で効果的な対策を取るということは大変重要だと考えております。その関連で、労働者の介護の実態や介護離職の状況について、ご説明をまずさせていただきたいと思いますが、5年ごとに総務省が実施しております就業構造基本調査によれば、平成29年から令和4年までの5年間で働きながら介護を行う労働者の数は約18万人増加をしている一方で、介護等を理由として離職をした方の数は約7000人増加をしているという状況でございます。そして介護離職の要因につきましては、勤務先や家族、サービスに起因するものなどさまざまなものがあると考えられますが、仕事と介護の両立を支える介護休業や介護休暇の利用が低水準にとどまっていて、離職の要因の一つに両立支援制度が整っているにもかかわらず利用が進んでいないと、そのような課題があるというふうに考えております。このようなことから委員ご指摘のように効果的な対応策ということで、関係の審議会でもご議論をいただいた結果、仕事と介護の両立支援制度の利用促進を図るために労働者に対して両立支援制度に関する情報を個別に周知をして、その利用の意向を確認することなどを事業主に義務付けるための育児介護休業法等の改正法案を今国会に提出をさせていただいております。引き続きさまざまな状況を把握をしながら対策を講じていきたいというふうに考えております。高貝恵美子君。
はい、関連ですが、先月米国のバイデン大統領夫妻が女性の健康に関するホワイトハウスイニシアティブを立ち上げまして、大変の称賛を浴びて いるところであります。でこれまでひたすらに男女に同じ土俵とこう、まあ、主張して、意識改革を促してきた、そういう段階は少し過ぎて、これからは個性あるいはその持ち味、各々の状態を生かした形で活躍していく包摂社会を整えるという形で、雇用の環境の考え方、在り方についても時勢に応じた変化が求められてきていると感じます。で例えば女性特有の年代別健康課題に対応する就業継続等の支援、これを戦略的に導入するなどして、就業女性のキャリア中断あるいは役職の辞退を実質的に低減する、こんな戦略的な女性活躍戦略というのは取れないものでしょうか。宮崎副大臣。宮崎厚生労働副大臣。今高貝先生から女性特有の健康課題というご指摘がございました。大変重要なご指摘だと思っております。先生におかれましては、今から10年前、2014年、女性の生涯の健康に関するプロジェクトチームを党で組織していただいて、その後数次にわたって政府に対してこの関連の提言をいただいております。政府でも先生のご提言を受けて、女性版骨太の方針に女性の生涯にわたる健康への支援等が盛り込まれるようになったり、我が省においても健康局の方に女性の健康推進室を設置して、今こういった取り組みを進めさせていただいておりまして、これまで の引き続きのお取り組みに敬意を表すとともに、また感謝を申し上げているところでございます。その上で例えばのご質問でありますけれども、令和4年7月に女性活躍推進法に基づいて、従業員301人以上の企業を対象に男女間の賃金差異の情報公表を義務付けたということがございます。男女間の賃金の差異は長期的に見ますと縮小の傾向にあるわけでありますけれども、女性管理職比率の低さであったり、男女間の勤続年数の違いなどがございまして、いわゆるその L 字カーブを是正をして、希望する女性がキャリア中断することなく、その個性や能力を生かして女性管理職として活躍するための環境整備を進めることが必要であると考えております。厚生労働省においては、今年の2月から雇用の分野における女性活躍推進に関する検討会を開催をさせていただきまして、現状の論点、政策の方向性について専門家の皆様から知見をいただいているところでございます。この検討会の中では、先ほど先生からもご指摘ありましたように、生活やキャリアの在り方が変わっていく中で女性活躍を推進していくために、例えば月経、不妊治療、更年期などの課題を取り上げることは、また働く女性自身と企業の双方にとって重要であるという認識を持ちまして、直近ではですね、3月26日に開催をした検討会において、女性特有の健康課題について、有識者、また先駆的な取り組みをしている企業のお取り組みについてのヒアリングも実施させていただいているところでございます。こういった視点も踏まえまして検討を深めてまいりつつ、女性の活躍の推進に向けた施策の充実をさらに図ってまいりたいと思っているところでございます。高貝恵美子君。分野横断的な協力という体制の整備というのも非常に重要だと思っています。今話題にありましたように、女性では30代の後半から、急激に妊孕性が消退する、こういう状況に伴って疾病リスクが高まる状態へ、コンディションが大きく変わっていきます。でこの年代をターゲットにして事業主による包括的な支援を促進するということも有効だと考えられています。で経産省では生産に基づく健康課題のうち、特に規模が大きくて経済損失が短期間に生じる、こうした課題に焦点を絞って労働損失に関する調査を行っています。であらゆる年代の女性が健康活力社会を牽引していくという観点に立てば、極めて重要な考え方調査だというふうに思っております。今後これをどういう形で政策に反映していくか、お考えを伺います。山影商務情報政策局商務サービス政策統括調整官。
お答えします。経営者がまさに従業員の健康増進に戦略的に取り組むこと、これは人的資本投資の土台となり、生産性向上、ひいては企業価値の向上につながると考えてございます。経済産業省ではこれまで健康経営と目打ちまして、その推進に積極的に進めてきたところでございます。また近年、とりわけ女性特有の健康課題が業務効率あるいは就業継続に大きな影響を与えており、健康ケアを進める上で男女の差による健康課題をよく理解してより細やかに取り組むことが重要と考えてございます。先ほどご指摘ありました通り、この度女性が長く働ける環境整備を広く促す趣旨から、女性特有の健康課題による経済損失と可視化したところ、更年期症状による労働損失等の経済損害額は社会全体で年間約 3.4 兆円という推計をいただきました。女性をはじめとする多様な人材の活躍とイノベーションの創出、これは企業のパフォーマンスと一定効果相関があると考えてございますものですから、すでに一部の企業では社内研修あるいはアプリを使った健康管理など精査に基づく健康課題に配慮した取り組みが行われておりますけれども、仮に日本あらゆる企業法人が取り組んだと仮定いたしますと、先ほど申し上げました経済損失年間最大で 1.1 兆円縮減可能と推計も得られています。経済産業省といたしましては、職域において精査を捉えた取り組み、これを推進していただきまして、健康ケアの質を上げていただく、こういうことを通じまして、健康社会経済損失規模を縮減するとともに、企業のみならず社会全体の活力向上につなげていただきたいと考えてございます。引き続き厚生労働省をはじめとする関係機関と連携しながら、健康経営を推進しまして、女性を含めた多様な方々がより多く健康的に充実して働けていただけるような職場環境を整える、そういう支援をしてまいりたいと考えてございます。高貝恵美子君。はい、ありがとうございます。 3.4 兆円という規模は GDP 全体から見てもそんなに小さい額じゃないと思いますし、それに対して現行の育児休業給付相当の額のを投じていく、まあ、そういう流れを作ることによってさらなる経済活性化ということも期待はできるわけですので、こういった知見の共有もしながら次の政策へつなげていただければというふうに思います。最後に教育訓練給付の課題と展望について伺います。それぞれ、指定講座数が増えてまいりまして、で情報提供システムもだいぶ分かりやすいように充実してきていると感じます。一方でこれを受講する方の数を見てまいりますと、思ったほど伸びてはいないという実態だと思います。キャリアを中断せずに学ぶこと、あるいはそのキャリアを継続しながらやったその先にさらなる展望が描けるかどうか、こういったことがすごく大事なんだろうと思いますが、ちょっと伸び悩みの背景というのをきちっと捉えることができているかどうかということと、それからその事務量が膨大に増えてきていると思いますし、マッチング等のニーズ対応人材、このマンパワー確保も課題なんだと思います。この点に関してどういうふうな実態の認識にあるかということと、この先の戦略についてお伺いしたいと思います。はい、宮崎厚生労働副大臣。ただいまキャリアを中断することなく学ぶことの重要性を高貝委員からご指摘いただきました。全くおっしゃる通りでありまして、働きながら学ぶことを支援する、この教育訓練給付制度の重要な役割というのはますます増すものというふうに思っております。これはDX の加速化など企業や労働者を働く環境が変化をしていったり、先ほどもご質問で指摘いただきましたが、労働者の職業人生の長期化が進んでいるという中で、リスキリングの重要性が高まっているところであるからと思います。令和5年度においては、多くの方に知っていただけますように、オンライン広告の継続的な実施や受給者による座談会の形式による教育訓練の効果やメリットについての新聞広報の掲載で周知広報を図ったところでありますが、教育訓練給付制度を指定、教育訓練給付指定講座の受講を含めて、働く人がリスキリングに取り組むにあたりまして、自身の適性や経験課題など個別の背景事情に即した適切な選択を行うことができるよう、キャリアコンサルティングを受けることができる環境を整備することが重要だと考えております。このためすべての都道府県にキャリア形成学び直し支援センターを設置いたしまして、無料のキャリアコンサルティングや教育訓練に関する情報提供などの支援を実施してきております。令和6年度では
この相談体制を拡充いたしまして、全国544箇所のハローワークに相談コーナーを設置いたしまして、職業訓練の実施の前後や就職の前後を通じた継続的な相談支援を行うこととし、合わせてリスキリングの必要性にかかる機運の醸成を目的とした周知キャンペーンも行ってまいりたいと思っております。ご指摘のようなことを踏まえまして、労働者の皆様が働きながら学ぶ環境整備しっかり整えてまいりたいと思っております。高貝恵美子君、はい、ありがとうございました。